はい、皆さん、こんにちは。杉岡です。さあ、今日もですね、質問にお答えする、ね、というコーナーをやってみましょう。今日はですね、この動脈硬化の関連ですね。レインボーさん、52歳の女性です。いつも役に立つ情報をわかりやすく発信してください。ありがとうございます。いや、どういたしまして。BMI19.1、結構痩せてますね。糖尿病、高血圧、高脂血症はありません。喫煙せず、飲酒も機会があった時しかしません。閉経は46歳、直後からエストロゲンの補充をしています。先日、健康診断の頸動脈エコーで、IMT が右 1.7 ミリ、左 1.3 ミリ、両方とも安定化プラークがあると診断されました。まあ、IMT っていうのは、まあ、頸動脈を見た時の、まあ、内膜と言われるね、一番内側の膜。まあ、そこが、こう、飛行して、分厚くなってると、これ動脈硬化あるねって話をして、1.1 ミリ以下だったら正常なんですよ。動脈硬化全くないねと。で、これで、今回、レインボーさんが右が 1.7 ミリ、で左が 1.3 ミリなんで、まあ、わずかにプラークがあったという話なんですね。で、普段から運動もしていて、動脈硬化のリスクは低いと思っていたのでショックです。家族歴もないです。質問ですが、リスクがなくても動脈硬化にはなりますか？その場合、さらに普段どういうことに気をつければよいでしょうか？追加で検査した方が良いものがありますか？という話ですね。はい、ありがとうございます。確かにね、高血圧とか高脂血症とか糖尿病全然ないと。健康診断オールエイド。で、タバコも吸わない。で、そういう人でもちろんその動脈硬化や心筋梗塞を起こす率はそれは低いですよ。生活習慣病ないから。でもね、この血管病のリスクの一つとして忘れてはいけないもの、これ何かっていうとストレスなんですよ。ストレス、このストレスが血管を詰まらせてしまうっていうことがあるっていうことです。ストレス、ストレスというのはその自律神経の異常ですよね。だから普段から例えば仕事が忙しくて、いつも緊張状態にいるとか、いつもイライラしてるとか、また、まあ、いつもないかとしても、そういうふうに緊張状態や不安状態やイライラ状態とか、あとは仕事がすごい忙しいとか、あとは生活スタイルが乱れてる。朝仕事の時もあれば夜仕事の時もあるとか、あとは睡眠時間がすごく短いとか、そういうふうに不規則な生活習慣がある人っていうのはやっぱり体調を崩すんですよ。なんでかっていうと、自律神経が緊張してると血管も緊張するんですよ。で、血管緊張すると血管狭くなるでしょ。ギューッと緊張する。で、その緊張してるとその中血液流さなきゃいけないから、緊張してる時っていうのは心臓めちゃくちゃ頑張るわけよ。そうすると一時的にその血液を流れてるその血管のところね、血が勢いよく流れるから血圧が上がるわけですよ。つまりリラックスしているときは血圧が高くないけど、そういうふうにストレスがかかって緊張しているときっていうのは、一時的に血圧が変動してるんですよね。血圧が変動してる。で、または、ストレスが多くて、自律神経が高いまま眠りについている人っていうのは、眠ってるときに神経がリラックスしきれないんで、寝てるときの血圧も高いんですよ。で、そういったことがあると、潜在的に動脈硬化が進んでしまうということがあります。だから、まずやってほしいことは、その生活習慣の見直しです。自分の中で、ね。そのストレスを取るためにちゃんとね、リラックスする癒しの時間を取ってるかとか、例えばヨガだったりとか、ね、そういったことをやってるかとか、楽しんだりすることもやってるかとか、まあそういうの一つありますよね。で、二つ目はですね、何ができるかということで言うとですね、その動脈硬化の原因っていうのは、そのストレスもありますけど、まだもう一個ありますよね。それは何かっていうと、酸化です。酸化ストレス。例えば悪玉のコレステロールがあったとしたときに、その悪玉コレステロール、LDL コレステロールっていうのは動脈硬化を起こすと言われているけれども、実はその LDL、悪玉コレステロールが酸化すると血管にこびりつくんですよ。だから僕らは酸化させない、抗酸化力を上げなきゃいけないということです。例えばビタミンで言うと、ビタミンで抗酸化力高いものは、知ってます皆さん。ビタミンエースって言ってね。ビタミンの A と、ビタミンの C と、ビタミンの E なんですよ。だからこういう抗酸化力の高いビタミンとかをよく取りましょうと。で、野菜なんかはね、
大体その抗酸化力高いのでポリフェノールとかね入ったりするので、まあ、野菜もしっかり摂りましょう、果物もしっかり摂りましょうっていうことですね。そういうふうに食事で抗酸化力を高めるようなもの、まあ、これを取るということも大事ですよね。それでまあ3番目、どんな検査がとできますかって言ったらですね、まあ、僕のおすすめはロックスインデックスっていう検査ですね。ロックスインデックス、これはロックスイン、LOX っていうかロックスインデックスという、これはね血管の炎症とか酸化の度合いをまあ調べることができる、血液でできる検査で、ちょっと保険効かないんで1万数千円ぐらいかかるんですけども、まあ自分の酸化炎症の度合いを知るという意味では、まあその検査もやってみるといいかな。だからまあ保険が効かないんで、どこの病院でもやってるというわけにはいかないと思います。うちはやってますけどね。だからまあそういったことをやってるところで一回ちょっとチェックしてみるといいかなというふうに思います。こういうふうにね、生活習慣病が全くない人でも生活習慣の乱れ、それから食事の取り方によって動脈硬化が進むことっていうのはありますので、ぜひに皆さんもここら辺の見直し、ちょっと気をつけてみてください。それではまた。